ところ、ここだけに投資ですね。で、これもしかしたら初めて聞いた方多いかなっていう感じなんですけど、最近は結構流行りというか、まあ流行りでもないと思うんですけど、認知度がこう徐々に上がってきた投資手法です。で、これどういうことかっていうと、例えば貯金が200万、300万とかですね、それぐらい持っている方って多分いるじゃないですか。で、昔の僕もまあそれぐらい持っていたんですけど、それぐらい持っていたその2、300万って結構その中途半端なお金なんですよね。で、なんでかっていうと、例えば200万で株式投資をするじゃないですか。例えば先ほど言ったインデックス投資みたいなやっていくと、200万を運用して、仮にじゃあ年利の 3% リターンが来たとします。そしたら年間6万円ですね。6万円が結構不労所得が来るっていう感じです。で、年間6万円入ってきたら、結構美味しいお寿司何回かいけそうなんで、結構嬉しいじゃないですか。嬉しいんですけど、ただなんか少ないですよね。6万で人生全然変わんないじゃないですか。じゃあ一方で、200万ってお金で、ボロッコ建てを買ったらどうなりますかね。で、ボロッコ建てとかって結構その安いやつだと200万とかで買えたりもするんですけど、で、買うじゃないですか。で、買った後に自分でリフォームするんですね。リフォーム会社に出してしまうと高くなっちゃうので、自分で、例えば住みながらリフォームするとか、そんな感じでやって、で、家をきれいにするじゃないですか。で、きれいにしたらそこから貸し出すんですね。で、仮にじゃあ家賃5万で貸し出したとするじゃないですか。で、5万ってことは年間60万ですよね。で、先ほど、例えばインデックス投資とか運用していたら、その200万っていうのは年間6万しか生まなかったです。でも一方で200万でボロッコ建てを買ったとしたら、じゃあ年間60万ぐらい生み出したりするわけじゃないですか。もちろんその、なんですか、うまくその、家をこう、きれいにして、そこに客付けっていうのをしていかないといけないので、そこにその住民が見つからなかったらそもそも赤字になっちゃうんですけど、ただそういったちゃんと、なんですか、マーケティングというか、ちゃんと客付けができるっていう、そういうリッチ面とか、そういうのをちゃんと考慮して、かつ家をこう、きれいに作るみたいな、家をその作るというか、リフォームしていくみたいな。そういうことができるのであれば、結構その、ボロッコ建てに投資ありなんじゃないかなと思います。ただ僕自身は海外に住んでいるので、別にこういった選択肢はないんですけど、ただ日本でもし僕はサラリーマンでやっていたら、多分不動産投資のこのボロッコ建て多分やってると思います。ただここに関しては僕、不動産そこまで知識ないので、もし興味ある方ってのは Amazon で、ボロッコ建てとか検索すると本いっぱい出てくるんですね。で、それでその中から気になった本を読む。もし仮に僕がボロッコ建て投資を本気で検討するんだったら、まず少なくとも、ボロッコ建てとか不動産投資の本を、5から10冊ぐらいは全部買うと思いますね。で、5から10冊ぐらい買って、それ全部読み込んで、プラスアルファで何人かの、セミナーとかっていうのを受けてみると思います。で、その上で、判断していく感じですね。だから興味ある方は、まず、本から入ってみるのをお勧めします。で、続いて、その11ですね、シェアハウスについて。